こんにちはアマゾン室サポータータ堀秀夫です今日はオーストラリアのルールはコロコロ変わりますということでねサポートメルマガは必ず開いてチェックしてください今回ね、えーまあ、オーストラリア、まあ、なんでこのね記事を書こうと思ったかというまずきっかけなんですけどオペラハウス ね、もうシドニーといえばオペラハウスというか、オーストラリアというとオペラハウス、よく出てきますよね、まあ、オーストラリアの象徴というような建物なんですけど、このオペラハウスで、改、え、修、ー、工事中ね、えー、ショベルがガスパイプを撃っちゃった、撃ったって、壊しちゃった、ね、ガスパイプですからね。 え非常にどこにどんなガスパイプ通ってるかとかって分かんなきゃ危ないもんなんですけどなんとオーストラリアねそれのちゃんとしたえ図面がないとえだからそれで破っちゃったで避難騒ぎがあったというのがねこれオペラハウスのサイトに載ってましたで以前もねこの次の記事がそうなんですけどまあ鉄道の工事をしててねえやっぱりないはずのインフラの缶がガンガン出てくると いうので、ね、工事がすごい遅れてるって記事書いたんですけど、まあ、オペラハウスもそうで、で何しろね、まあ、オーストラリアっていうのは、す、ま、べ、あ、てが適当なんですね、まあ。これがオーストラリアの流儀というか、でオーストラリアの輸出で関税やら売上税やらの質問をたまに受けます、ねえー。でもこれオーストラリア分かってないな、まあ、主に会員さんじゃなくてね、ね会員になる前に聞いてくる方多いんですけど、オーストラリアってね、えー、そういう国じゃない。 何しろインフラのガスパイプという、本来管理しなきゃやいものも管理されてない。多分図面を作ってない。税金ごときねきっちりした決まりを作るような水域はこの国にはいないです。すべてドルナー式に解決します。ということでね、ううどういうことかというと、とりあえずやってみて、なんか不都合があったら変えるという形でね、 どんどん物事進めていくんで、オーストラリアアマゾンのね、システム、あるいはアルゴリズム、そういうものも変わりますし、税金の決まりも変わると。ね、日本で税金の決まりコロコロ変わるとか、運営変わるってのはね、あんまりないんですけど、まあ、オーストラリアの場合はね、いつの間にか変わってると。いや、だって前の都合悪かったからと。で元々のルールはどうだったなとか、まあ、そんなうるさいことを言う人もいないんで、まあ、どういうことかというと、もう、調べれば、 ある程度検討がつくアメリカでは日本と違って、オーストラリアのルールは経験しないとわかりません。経験しないとわかんないというか、時と共に変化するということも言えます。そんなわけでね、オーストラリアアマい質のノウハウは、もう古いノウハウ、これ、ほぼイコール、ね、間違えた情報です。 ですからね、まあ、あの、その、状況変わったなというときはね、えー、サポートメルマガで配信してます。またね、これ、ああ、そうだ、追加でね、こういう上で注意点が出てきたというのもサポートメルマガで配信してますんで、あの、 えっと、マニュアルプランの人は初めにね、えー、やっぱり必要なことがあるんで、結構な分量で、えー、メルマガ届きますけど、まあ、そうじゃないね、えー。普通に個別サポートとか、マニュアルがある程度いった後のサポートメルマガっていうのは、まあえー、少ないときは一つのことしか配信してないんでね、まあ、動画を全部見るのはしんどいかもしれないですけど、少なくともあのこのサイトの URL ぐらいはね、クリックしてあ、こう変わったんだなというのはね、えー、チェックしてください。 ココロコロ変わりますでまたね他のなんかオーストラリアアマズン室の情報を発信している人最近ちらほら出てきてますけど、まあ、これ古いねかばってんのに分かってないねとね、あのー、いう情報もありますだから他で見た情報ね、えー、それ合ってんのかなと思ってね間違えた、えー、ノウハウ無駄なことやっちゃったりしたらね、えー、大変な割には効果が出にくいということになりますんで、えー、私のメルマがチェックして。 で、なんかね、私が全然言ってないことで良さそうなノウハウがあったらそれをやる前に確認してください。大抵間違えてるか出かせです。ね、無駄なことやってたら必要なことやる時間減っちゃいますんで。そんなわけで、まあオーストラリアね、まあルールコロコロ,コロ変わるんで、まあメルマガサポートメルマがきちんと。 えー、開いてチェックしてください。それと、えー、情報発信者、ね、えー、古い情報発信してる人いますしね、分、えー、かってなくて発信してる人もいますんで、他の情報は、えー、鵜呑みにしないように、またね、えー、これ良さそうだけど、なんで堀は何も言ってないんだろうという場合はね、えー、それ、試してみる前に確認してください、えー。その3つをお知らせしておきます。そんな形で、ね、オーストラリア、ルールはない、あるいはルールはコロコロ変わるということでね、えー 最新情報を配信してますんで、それをチェックしながら、オーストラリアマゾン室進めてください。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。